エトラちゃんは見た。僕はカツラ。特技というかはわからないが、僕には幼い頃から一風変わった能力が備わっている。ただいま。おかえりカツラ。それは、ん？お母さん、今日隣のあざみおばあちゃん来た？来たけど、どうして？やっぱり線香の匂いがしたからすぐわかったよ。あ、それとこの匂いはピーマンとトマト持ってきてくれたんだ。この異常なほどに鋭敏な嗅覚、ただ鼻が利くというレベルをはるかに超えており、子供の頃はこうしてよく周囲の大人を驚かせた。あざみさん帰ったの何時間も前なんだけど、ワンちゃんみたい。しかしこの能力が役に立ったという記憶はあまりなく、どちらかというと困ったことの方が多い。例えば、あー、スカツラー。よう、小松。あ、ねえ、もしかして昨日の晩麻婆豆腐食べた？え、食ったけど、なんでわかったよ、怖えよお前。あ、いや、しまった。こうして惹かれたり変な空気にしてしまうことも多かったし、それにガサー、マジで。おお。香水、タバコ、いろんな匂いが混じり合い、すぐに気分が悪くなるため、電車や人混みは大の苦手だった。それとこんな事件も。誰も。お父さんおかえり。遅かったね、残業だったの？おう、まあな。はあ、汗かいた。飯の前に風呂入るわ。うん、お疲れ。あ、お父さん。うん。お父さんの会社って女の人多かったっけ？女の人？ねえカツラ、どうしてそう思ったの？いや、なんかいろんな香水の匂いとお酒の匂いがしたから。あとタバコと消臭スプレーの匂い。あなた。いや待てよ、違うって。多分あれだ、電車でついた匂いが。電車はいつも乗ってるよね。この子がそんなこと間違うはずないでしょ。どういうことか説明してくれる？悪かった、ユリ。あ、母が問い詰めたところ、上司に誘われてキャバクラに行ったとのことだった。会社の付き合いもあるし、この時は事なきを得たが、もしも父が行ったのがもっといかがわしい店だったり、あるいは浮気だったりしたら、両親はこの時離婚していたかもしれない。自分の発言で両親が。そう考えると、当時の僕にとっては結構深刻な事件だったのも分かってもらえるかと思う。今となっては笑い話だが、そんなこんなで僕はずっとこの得意体質と付き合いながら生きてきたのだが、大学生になった今、僕はそのことを周囲に隠しながら過ごしている。今までの経験上、いらぬトラブルを招いたり邪険に扱われることの方が多かったからだ。よう、カツラ。早いな、今日も。徳さん、クロッキー。そうだ、昨日のレポートでわからないとこがあってさ。この匂い、やっぱり徳さん、彼女できたんだ。柔軟剤もエトランジの高級なやつだから、美意識の高い人なのかな。カツラ。え、なんだよ、ぼーっとして。なんかお前、たまにあるよな、そういうこと。頭はかなりいいのにさ。あ、ごめんごめん。ちゃんと寝てる？大丈夫大丈夫。こんな調子で親しい友達にも隠し通すつもりだった。あの事件が起きるまでは。あ、来た来た。おはよう、ひらぎくん。やあ、あかねちゃん、みんな。おお、相変わらずすげえモテっぷりだな、ひらぎのやつ。ほんとにな、まるでハーレムものの主人公じゃん。うらやましいよな。うん、ひらぎくんか。容姿も整っていて成績も優秀、おまけに誰にでも愛想がいいからモテるのも納得だけど、この1ヶ月で少なくとも10人違う女の子の匂いがする。恋愛感は人それぞれとはいえ、あまり関心はしないな。ああ、俺たちも彼女欲しいよな。ああ、そうだな。この時はまだ少し苦手だなと感じる程度のことだったのだが、数ヶ月後。やあ、カツラ君。ああ、ヒイラギ君。おはよう。同じ学部なのにあまり接点なかったよね。実は一度話したかったんだ。何せ君と僕は成績上位2トップだ。ライバルとも言える相手だからね。大げさだな。僕は必死にやってやっとこさ今の成績だ。だからライバルだなんて。人間関係にしろ、何でも器用にこなせる君には到底かなわないよ。うん。なんというか、君は不思議な人だね、カツラ君。君と話していると何でも見透かされているような気がしてならないよ。え、いや別にそんなこと。そうか、人間関係云々は知ってたらおかしいか。ミスった。まあ話せてよかったよ、とりあえず。じゃあまたね。うん、また。おー、つかつら。珍しいな、ヒイラギと一緒にいるなんて。
うん、まあ。何話してたの？いや、大したことは。なんだよ、教えてくれよ。さっきの匂い、エキゾチックというか、なんというか、香辛料？今度は外国人の彼女かな。しかしこの小さな違和感が後に判明するある事実の前兆だったのだ。数日後。おはよう、みんな。あ、ひいらきくん。今日も可愛いね、君たちは。天気も良くて最高だよ。今日はやけにテンション高いな。うん、なんだろう。なんだこの匂いは。青臭いような、甘いような。その正体は皆目見当もつかなかったが、僕の中で本能が警告した。この匂いは危険だと。あ、やあ、カツラくん、今日も。カルナ。え、お、カツラ、どうしたんだよ急に。ちょっとカツラくん、ヒイラキくんになってこと言うなよ。かよかよ。いや、その僕、何か気に障ること言っちゃったかな。分かってる、おかしいのは僕だ。でも、これ以上ここにいるのは。おい、カツラ、一体どうしたんだよ、急にあんな大声出して。そうだよ、らしくないぜ。君たちは何も感じなかったのか。え、な、何を。匂いだよ、ヒイラキ君の。明らかに普通じゃなかった。別に俺は何も。徳さんは。いや、俺も。まさか。なあ、カツラ、お前結構鼻が利く方。え、うん、実はかなり。さっきのどんな匂いだったか説明できるか。そうだな、青臭いような、甘いような、とにかく嗅いだことのない匂いだ。それになんだかわからないけど、すごく有害な感じの。なあ、徳さん、どうしたんだよお前まで。俺全然ついていけてないんだけど。俺は匂いには気がつかなかった。でも実はヒイラギのあの様子は少し気になってたんだ。様子？カツラの嗅覚と俺の考えが正しかったら結構ヤバいかもしれないぞ、あいつ。あ、思わぬ形で僕の特異体質がバレたとともに、数週間後さらに重大な事実が明らかになる。はい、ヒイラギさんですね。警察です。あなたを大麻取締法違反の容疑で逮捕します。そう、あの匂いの正体は大麻だったのだ。偶然にも徳佐のお姉さんは薬物取締りを担当する警察官だったので、徳佐自身も薬物使用者の特徴にはある程度詳しかったらしい。へえ。匂いに関する僕の証言とあの時のヒイラキ君の様子をお姉さんに伝えたところ、彼の早期逮捕につながったようだ。しかしよくわかったよな、カツラ。前日の匂いなんてほぼ残ってないって姉ちゃんが言ってたぜ。まあね。あ、そういえばあの少し前は変な香辛料みたいな匂いもしたんだけど、あれも何かの薬物だったのかな。え、どうしたの徳さん。カツラ、お前マジか。え、これ本当はあんまり言っちゃいけないんだけどさ、ヒイラキに大麻打った場合に中東系の人だったらしいぜ。元締めの組織が足がつかないからってよく外国人使うんだってさ。すげえなカツラ、犬並みじゃん。褒めてる、それ。褒めてるよ、まるで警察犬だ。うん、ちょっと待てよ。ということはカツラ、俺たちの匂いも今までずっと。うん、黒木は犬と猫一匹ずつ飼ってるでしょ。犬の方は大型犬かな。で、徳さんは最近彼女ができたね。柔軟剤はエトランジを使ってる。あと昨日の晩ご飯は、黒木は中辛のカレー、徳さんはラーメンかな。すげえ。ああ、っていうかさ、徳さん、お前彼女できてたのかよ。なんで言ってくれねえの。いや、お前振られたタイミングだったから言いづらくて。そういう気遣いが一番傷つくんだけど。わりわり。引いたりしないの二人とも。は、なんで鼻がいいだけで引くんだよ。そうだよ、能力者っぽくってかっこいいじゃん。いろいろバレて恥ずいとこもあるけど、もともと恥ずいこともほぼほぼ共有してるから別にいいや。あ、今までニンニクマシマシとか普通にしてたわ俺。悪かったな俺も。この時実感した、僕は本当に友達に恵まれたと。と同時に、彼にもそんな理解者がいたら道を踏み外すことはなかったのかもしれないとも。もちろん元々の性格もあるだろうけど、彼と交わした少ない言葉の端々に優秀さゆえの寂しさがあったように思えてならない。ヒイラキ君の更生を願うとともに、
どうしたんだよ、早く行こうぜ。うん、魔の手は町の底かしこに潜んでいることを肝に銘じておかなければと思う。ご視聴いただきありがとうございました。まあ匂いってちょっと気になりますもんね。特に自分自身から出ている匂いなんて分かりづらいですし、普段から気にかけていたとしても不快な気分にさせていたらどうしようなんて考えてしまいますしね。しかしながら自分にとって良い思い出がない体質だったとしても、こうして解決されることもあるのですから、もう少し誇りを持ってもいいのかなとも思います。いや、こんな場面に想像で加えしたくはないでしょうけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。